はい、てい、どうもー、てがしやでーす。今日はというとですね、なんと、僕のお家にゲストがいらっしゃいます。スペシャルゲストが来てくれます。さあ、一体誰がね、来るとはちょっとまだ言えないんですけど。下手かよ。おい、いいんだよ、オープニングは撮んなくて。今日井上さんコラボよ。この後ほぼ面識ないんですよ、井上さんとは。多分ひな壇とかで一緒になったかなぐらい。やっぱ井上さんキャラ強いから何かやりたいなっていうことで、この偽手越しドッキリっていう。テイッ。はい、ね、テイッ。あ、いいね、いいですよ。いいですよ、声もいいですよ。玄関で迎え入れてもらって、多分そんなに面識もないし、ご飯とかも行ったことないから、多分偽物って突っ込めづらいと思うんですよ。ある意味失礼じゃないですか。あれ、ちょっと そんな顔でしたっけとかって。別部屋から俺指示出します。はい、あ、これバレないな、いけんなと思ったら俺指示出して、遠隔で、まあ、いろんな小ボケとかそれこそ歌とかを挟みたいと思いますので、それでどこまでバレないか。バーやってんじゃん、はい、渋谷で。でね、1個エピソードがあってね。俺が事務所退所して、はい、で、ちょっと2週間後ぐらいですよ、ざわつきました、ネットがね。なんか多分渋谷のそのバーで俺の多分チャンカパーナかなんかを裸かなんかで踊ってた。その動画を多分客なのかバーの人なのかが多分撮ったのが SNS 出てたんだよね。で、ファンが手越はジャニーズ辞めてこれがしたかったんか。ちげえ。待て待て、俺じゃねえし。最終的にはバレるとこまで持っていくと思うんですよね。で、まあ、バレたら一回、まあ、退出、何らかの、言い訳で退出してもらって、はい、第二の手越が来るな。めちゃくちゃ似てるから。どうぞ、第二の手越。よっ。てい。どうも、手越優也です。お願いします。何言ってんの。てい。どうも、手越優也です。よろしくお願いします。これはひどいよ。じゃないんだよ。マスクした方がいいですか。そういう問題じゃない。そういう問題。サイズの問題なんだよ。どうも、アパッチというコンビ名で、うん、芸人やっております。さきまと申します。お願いします。そうなんだよ。お願いします。だから、もうバレたと思ったら退出して、さきまが入ってくるっていう。入ってきます。で、手越ですって入ってきてもらって。はい。で、その井上さんのリアクションをもらうと。はい。あられませんか。大丈夫ですか。すごいよね。俺だって一応、手越ビューティーサロンっていう脱毛のね、サロンも出させてもらってですけど、どこがだよ。進めます、よかった。すげえマンションやな、これ。ここか。うわ、ドキドキする。どうぞー、おー、大沢出してます。うわ、本物やん。どうぞ、生手越だ。どうぞ、お邪魔します。すいません、お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわ、すげえ。見たことあるぞ、この家。ここ見たことあるぞ。いけてる、いけてる、いけてる、いけてる。めちゃくちゃ久しぶりです。声があれなんですけど、リハーサル終わってちょっと乾燥してて。いや、全然大丈夫、全然大丈夫です。リハーサルしてて声変わるっておかしいだろ。そんなことないでしょ。すっげえ。家賃200万円のお家やろ。枯れることは枯れることは、でも声が変わるやん。すごいやん、よろしくは。井上さん、でもちゃんと話すの初めてですよ。そうですよね。番組でたまに本当離れてご一緒とかは、実際ちょっとあまりかなんだっていうか、ない。そうです、ね、ないですね。俺ニュースのメンバーまっすーとか小山くんとかは割とがっつり仕事で一緒になって、まっすーとご飯とかあるけど、手越さん初めてだからちょっとテンション上がる。手越さんとはがっつり初めてですよ。手越じゃないんだよ。井上さん、そうして手越じゃないですよ。どっちだよの。メッシやん。井上さん、メッシュの前にテッシュを見てください。井上さん、気づかないんだね。もうバレないんじゃない。ここ最初のこのハードルを超えちゃったんで。じゃあよろしいでしょうか。じゃあ行きます。カメラが回ったら井上光三さんって話しかけて。井上光三さんって。ようこそ。
言わないんですか言ってください。言うのはあれかな。てっていよかったー俺、これ聞こうと思ってたんけど、はい、てぃってどういう意味な逆に井上小僧さんはどういう意味だと思いますかって。井上小僧さんどういう意味だと思いますかって。あー、ちなみに井上小僧さんはどう思います。誰が井上小僧や何にも芸能ニュース喋ってないでしょまあ実際あのみんなには聞かれるんですけど、てぃって意味ないです、あまり。あ、その別に深い意味はなく。そうです、そうです。へえ。いや、タクシーの中で相川翔さんとの CM よく見るんですよ。ジョブカーンですか。そう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 、それ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 をよく見るから、このテイも毎回見るし、そうやな、どういう意味なのと思ってたの。勉強してんな、ちゃんと、うん、まあ意味はない。意味ないの生まれたきっかけは。生まれたイッテ Q の海外ロケですね。そうそう、イッテ Q の海外ロケですね。へぇのオープニングでとかやっぱ井上さんも今なんかちょっとテイっぽいやつ考えて今やってくださいよって。井上さんも今なんかテイっぽいやつなんかあったらちょっと考えてやっていやないよ俺だからずっとこの決めポーズはこれでやってるけど、なんか他のパターンありますか。他のパターンあります。いや、そんなんが無茶ぶりですけど、すいません。いや、そんなんができへんからギャグとかそういうのを持ってないから一生懸命漫才頑張ったって感じです。おー、うん、やっぱすごいですね。いやいや、それで言うとやっぱ手越くんのがすげーよ。いやいや、ニュースの皆さんまあ言ったらキャリアで言うと俺の方が一応上なの。俺2000年デビューなんだよ。うわー、なかなか当たり前のように動画とか見てるから手越しくんって言ってるけど、俺先輩の可能性もあるよなとか思いながら井上さんはおいくつでしたっけ。72歳でしたっけ。俺41です。41。71かと思いました。71かと思ったっすよ。どういう間違い方するすごい間違い方する、まあ、そう見られてんねんけど、それに絡んでないないないのでちょっと緊張しちゃって手越しくんはいくつ。僕33です。これ手越しがやつとしたらもうクソつまんねえ。僕はまだ元気やし、僕今初公表なんですけど彼女12人いるんですよってまあ僕今初公表していいですか。僕初公表なんですけど、彼女12人いるっす。いや絶対嘘や、そんなわけないやそんなマイケル富岡システムサッカー超えちゃいました。サッカー超えちゃいましたねサッカー超えちゃいましたね。サッカー超えたなどうした急に。まあまあ いるんでいいかなと。まあでもそらモテ具合で言うたら半端ないやん。全然作れるでしょ。まあこれでまあまあまあそれはね、うん、これでって言うには位置がだいぶ低い普通この辺でやるんだけど、この下目でやる人あんまおらへんからね美容には結構気使ってるんですか手越君は。そうですね、やっぱ脱毛サロンもやってますし。なんか見たよ、脱毛してるけどここは残してるっていうの言ってたよなで、ここがなくなっちゃうと男らしくないからって喋ってたの見たよ、うん、もうなくしましたけどね、そこは結果的に、はい。どう？ここないの。やっぱでもそっちの方がこう清潔感は。まあ確かにね。ちょっと脱毛のルーティーンあるんで見てもらっていいですか。ちょっと五郎丸のルーティーンやって。ちょっと脱毛ルーティーンあるんですけど。脱毛ルーティーン。で五郎丸のルーティーン。何脱毛ルーティーン。五郎丸のやつ。五郎丸のルーティーン見せて。こういうやつ？いや何。何を言うてんねん今ちょっと僕ね、ちょっと今分かんない。よからぬ罪やってるやんおかしいやん薬やってるって言われてるもん。ちょっと上がってるんだよねいや、そんなわけないもん。いやそういうふうにやっていいですかどっち来るってベロベロな。いやベロベロか。まあまあ、時間的には別に酒飲んでてもおかしくない時間やん正直。
このいろいろ人生の転機訪れたでしょ。はい。まあ楽しい部分は多分いっぱいあったんだけど、大変でしょ。苦労の部分ってあんま語らへん人やん、絶対に。ミスターポジティブ、同じポジティブ人間としては。でもなんかそこを聞きたい。真面目に俺じゃない人に質問してる。大変は大変ですけどね、やっぱポジティブだもん、ね、俺じゃない人に井上さんに質問してる。全然その先を見て、先を見て見せたくないでしょ、ネガティブな部分。あんまりなんかそういうことないですよね。落ち込まない、落ち込まない、一切、はい、正直仕事でうまくいかなかったら落ち込むこともあるし、へこむこともあるし、気持ちズドンと落ちることがある。ただ俺はその気持ちを次の日に持ち越さないようにしてるって。あ、その日で僕全然落ち込まない、落ち込まないって言ってるけど、てこしかも全然落ち込まない、落ち込まない、落ち込まない。やってんな、なんかやってんな。歌プレゼントして、歌プレゼント、一緒に電話しようっつってプレゼント。井上さんも歌う、好きですよ、はいはい、プレゼント歌ってよ、本気で。僕もやっぱ歌うなんで、ちょっと一緒に歌ったりとかどうですか。そうじゃない、歌える歌であれば。あら、じゃあ、何がいいか。プリテンダー。めちゃくちゃ難しい曲。当たりましたよ、でも俺、テゴスさんの好きな曲、魔法の絨毯歌ってるやつ。あ、歌いますこれ聞いて。歌います。あの、サビならね。あ、じゃあ一緒に歌いましょう。僕ハモるんで、はい、井上さん、あの、シュメロ歌います、歌ってください。だから歌詞とか見ていいんですか。あ、もちろんもちろん。めちゃくちゃなハモして、めちゃくちゃなハモ、超真剣にめちゃくちゃなハモして。大丈夫。まあ、確かに無理せん、まあ、無理せん方がっていうか、まあ、無理せん方がっていうか、俺から振ってないし、ね、まず根本で言うと。分からないですもんね。喉痛いっつってんのに、歌う。頭おかしいよね。いきますよ。せーの。ラジンのように、魔法の絨毯に乗って、迎えに行くよ。魔法は使えないけど、金もないし、力もないし、地位も名誉もないけど、君のこと話したくないんだ。うまいか下手かわからん。あんまり初めてやりましたね。そうね、そんな、こんなになっちゃって。チャレンジ精神って大事やから、大事大事、さすがミスターポジティブ。プロの歌手としてありそうですよ。だから俺全然なんかね、手越くんは行ってきゅうなんかな、ね、ちょっと事柄は忘れたけど、時に言った一言が、俺が過去に本とかで書いてた一言と同じこと言ってたとかはあったりして、あのファンの方から言われたりしたんです。あのトークの途中で一時俺マスク下げて水飲もう、自分のファンのことタイミング任せて言ってる時あったし、マスク下げて水飲もう。で、俺、日テレのモノマネ番組で手越くんのモノマネしてるし、その同じポジティブっていうのちょっと、じゃあ、ちょっとチャラい感じです。なんかこう、どんなんやったら、今3年、4年ぐらい前からちょっとあんまはっきり覚えてないけど、でも本当にそんな感じ。あのファンの方をエンジェルちゃんって言ってとか言ったら、お前何言うてんねんみたいな、デビルに殺したのかみたいな、なんかそういう掛け合いの漫才を、嘘だろ、井上さん嘘だろ、覚えてる、嘘だろ井上さん。あの、子猫ちゃん、そうそう、なんかそんなんは言ってたな。どうですか、どうですかって。昔のダウンタウンさんの漫才。もう一回、もう一回マスク、どっかのタイミングで会えて嬉しい、飲み物、飲み物、飲み物、なかなか会える人じゃないし、飲み物飲んで。一応どうですか、その、なんか聞いてるんですけど、その、元々見てたらちょっと会ってもいいんでしょ。手越くんすか。でも番組で絡んだりした時もそうやし、まあ今もそうですけど、表裏がないイメージですね、本当に。うん、良くも悪くも。ちょっと仕掛けたいんで、マネージャーの後期に、あの、うん、マネージャーに、あの、あ、俺もマスクいらないかっつって、もうマスク外しちゃおうか。そこはまあ自信ありますね。なんかかっこええなって思うよ。ありがとうございます。そんな褒められると、うん、マスク取っちゃうかも。ね、
いいですか。はい。もういいですよ。ちょっとどうだ。ちゃんと聞きたいことない。聞きたいことあとは。なんだろうな。井上さんまって気づかないんだけど。おかしくない。結構使ってるんですよね、嘘でしょ、井上さん。あ、嘘でしょ。値段にしたらどれぐらいになるんじゃないですかね、多分。嘘でしょ、嘘でしょ。月どれぐらいの美容にかけるお金。まず週どれぐらい使うか、うん、美容に行くお金。美容ですか。嘘でしょ。いやいや、でも月に1回、2回行けたらいい。マスクさえいらなかったわ。あ、嘘だろ。ちなみにどういうエステとかですか。あ、まあエステ、それこそ今日も論文の厚さんにちょっと紹介していただいたところのエステも行ったりしましたし、うん、まあ肌が綺麗よ、この状況。わけわかんねえんだけど。ごめん。なんでだよ、宇野さん。エステとかどうでもいいんだよ。ということでね、エステとかやっぱ行く行くってことで、金額とかも言えないですか。これどういう動画やこれ。いや、金額別に言えるし、まあ、でも、まあ友達のとこ行ったりしてるから無料でやってくれるとこもあったりするし、でも全部値段にしたら10万、20万ぐらいはかかると思うけど。喋ってんのか、どっちだどっちだ。じゃあそれ、手、一緒に手を手やったことある。やってもらいたいんですけど。え、手ありますよ、ありますよ。ある。日本で一番やってます。見てますもんね。日本で一番やってる。まあ逆にやってるかもね。うん。はい。よろしいですか。そしたらそのカメラに向かって。これはバレてるぞ。いきますよ。うん。せーので。はい、お願いします。いきますよ。せーの、てい。です。ありがとうございます。オッケーですね。オッケーです。ありがとうございます。オッケーです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとトイレ行ってきます。誰や。ちょっとトイレ行ってきます。すみません。トイレ。誰や。どうしました。あれ誰や。あれ手越くん。違うと思う。いや違うと思ったというか、これ何や。まあ、ちょっとトイレから帰ってきたら聞きますわ。うんうんうん、帰ってきたら一回ね。お待たせしました。どなたですか。はい、どなた。手越です。てい、どうも、手越ゆうやです。お待たせしました。すいません、振りかぶりエグいな。てってれでしょうね。でしょうね。井上さん、気づいてくれないんですか。あ、このまま行く感じや。あ、オッケーオッケー。あ、これはこれで面白いから行こう行こう行こう。のろのろこの船。大丈夫か。この船大変なのそっちやからな。俺じゃないぞ大変なのは。いや、実はね、井上さん、僕美容サロンやってるんですよ。そうなんですね。はい、はい、よかった、ちょっと脱毛なんか。まあ、いや、全然機会があればやりますよ。手越くんが言うのであれば。僕みたいになりますよ。まあ、ありがたいです。でも、だから俺、手越くん憧れの存在でもあるから、なれるんであったら嬉しいです、本当に。いいんですか。はい、ありがとうございます。井上さん、はい、おかしいところなかったですか。まあ、ちらほらありましたね。はい、さっきの彼、手越優也じゃありません。そうですよね。はい、はいはい、それはわかりました、もちろん。さすがにマスクしてるときは、ちょっとわからなかったんですけど、あ、久々に会うたから、痩せたり太ったり、ちょっと印象変わったんかなと思ったけど、マスクを取った瞬間に、あ、違うなっていうのははっきりわかりました。あ、なるほど。さ、気づきますよ、そうなんですよ、僕も最近太っちゃって。全然違うもん、手越君と。もうそうなんですよ、もう朝起きたらこんなになっちゃって。井上さん。何やってるんですか、井上さん。何がよ、井上さん。何やってるんですか。何やってるんですか。こっちのセリフや。ずっと対談して。え？
ずっと対談して何やってるんですか。こっちのセリフやがな。初めてこんなちゃんと話すのに僕じゃない人と続きの話して違うがな。どう途中で分かったけど何がゴールか分からない。ゴールが分かったらそっちの方がって俺も走っていくから乗るしかないじゃない、こっちを最後まで乗った船がこれなのよ。どうも、手越しです。というわけで、手越しゆうやの動画は伊藤美優さんに偽手越しを合わせてみたいです。でも最初本当に分からへんかった。だから会話がおかしいなぁ、もちろんあるよ。はい、まあ、おかしいなぁ。まあ、結構ありましたもんね。あった、あった。いろいろ。あれ、手越くん、こんな喋り下手やった。あったよ。それはもちろんあった。でも、久々やし、はいはいはい、本当にあのサッカー番組以来じゃない、ね、サッカーはい。あれが多分3年、4年ぐらい前やんか。はい、だからまあ、そっか、まあ、いろいろ事務所も抜けて、またいろいろ変わったよなぁと思いながら。で、ま、もうほんと目だけはでは分からんかったね。で、声が違うはもちろん分かったけど、はいはいはい、でも、まあ、年齢重ねてるし、はいはいはい、ちょっとライブのあれなんだって言うから、はい、まあそういうこともあるかもなーで、百歩譲ろう、はい、で、変な絡みばっかりしてくるから俺は最初、はい、なんか言わしたいフレーズがあるのかな、なるほどなるほどなるほど、のドッキリかと思った。はいはいはい、だから覚醒剤やってんのかって言わしたいから。なるほどね、うん、はい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 、だから俺はもう固くなりそれは言わへんって決めて、なるほど、なんかやってんなってことね、まあ、やってんな変な薬とかに して、はい、取るやん、ほんならちゃうやん。ほんならこれ誰やってなるけど誰かわからんから。ほんでまあおトイレ行かれたんだ、ネタバラシかと思ったらレインボーみたいなやつが来たわけよ。これで言うとすごい、ってか誰。あのそれこそ井上さんさっきのおっしゃってましたけど、あのモノマネあのされる人も知ってるんですよ、井上さんが僕の、はいはい、なんで僕やっぱこの話し方的にも 見た目的にもモノマネされやすいんですよ、うん、で結構日本全国各地にホニャララの手越しっているんですよ。へー、新宿の手越しとか、はあ、あの大阪のホストでなんか手越しがいたりとかするんですよ、うん、渋谷の手越しです。そうです、へー、本当にバーで僕のそのモノマネとかをやって、うん、ショーとかやってるんですよ。まあそうよね、そうじゃないと、はい、だから、はい、撮った時にあキサラから読んだかとモノマネの方と、そうですよね、はいはいはい、そういうことです。僕は沖縄の手越しです。沖縄県出身なんで。いや最後でした、すいません引っ掛けちゃって。うん、あのこれだけは分かっといて、はい、俺の心グラグラに揺れてるから。今とんでもない気持ちやから。手越くんの家に来ている時点でまだ俺テンション上がって、はいはい、うわーってなってる状態で、はいはい、誰か分からん手越と喋ってたよ。ほんで会話してるやん、もちろんそれは仕掛け人やからいろいろ指示もあったんやろうけど、うーわトーク盛り上がらへんなーとか、おいこれどうすんねんって思いながら、うん、面白かった。だからあ手越くんってこの YouTube 界に飛び込んでいきなり大スターになって、あーもうこうなりはったんやな、もうなんか自分から喋らんぞみたいな、こんなスタンスなんだってちょっと思ってで変なことばっかり言って、あ奇想天外タイプの YouTuber になっちゃったよなって。俺はちょっと悲しかったの。なるほどなるほど、よかった、思ってた手越し、はい、大丈夫です、僕は変わってないので安心しました。大丈夫です、あの自分僕が思ってるスーパースター手越しでよかったです。いやーよかった、面白かった。いやこの後だから井上さんのチャンネルではもうちゃんと僕が、はい、僕じゃない、この2人どっちかもいいですか。いや偽物は大丈夫、偽物手越します。まあ正直この3人おもろそうやけど。まあちょっとね、こうやって僕のチャンネルでは手越くんにちょっと、はい、まあ過去のジャニーズに入る前の恋愛も含め、はいはいはい、いろいろ聞ける範囲でちょっと恋バナ男を探していきたいなと思います。お願いします、はい、というわけで、あのありがとうございました。いやーした怖いなー。はい、というわけでこの動画良かったよという方はチャンネル登録、そしてコメント、そして高評価ぜひよろしくお願いします。で最後はみんなでいつものあれで締めたいと思います。というわけで今日は以上になります。ありがとうございました。せーの、デイ、バイバーイ。